若返りのチャンネルをご視聴いただいている方々に今日も授業していきますが、今日はですねちょっと熱いテーマで、湘南美容クリニックで導入を見送った治療激白しますよ皆さん。私はねチャンネルって同業者とあと結構メーカーさんが見てるっていうのは知ってるので、もうドキドキしてますねきっとメーカーさんはね。はい、話していきますが、正直ねむっちゃあるんですよ見送ってる治療は。うち新治療を導入検討するときに毎月20案件ぐらい、こう最近だとねもう本当増えてるので20案件ぐらい同時並行で見てんで、保留導入見送りを毎回毎回2週間に1回それつけてて、でそれをどんどん更新して、もう年間本当にすごい数来て、そのうち採用されるのも1割ぐらいなんですよね。本題に来ますよ。はい、あのですね、私最近怒ってて、ある脂肪溶解注射、うちではもちろん今入れてる治療ではありません、あるメーカーさんがですねデオキシコール酸っていう成分が何パーセント入ってますと言ってるんですね。でそれがデオキシコール酸っていうのが脂肪細胞の細胞膜を溶かすような成分なので、それって脂肪細胞を壊して脂肪が減ります、脂肪が減少しますって治療なんです。アメリカだと FDA が認可してる、カイベラって製剤があって、このカイベラは FDA が認可して、その FDA の、お墨付きで、デオキシコール酸が脂肪細胞破壊してなくしますってことで認可しています。でそれが世界的に有名なのカイベラで、あまりにも人気なんでいろんなメーカーがカイベラを真似して作って、でもカイベラよりも安く、かつカイベラは結構腫れるんですよ効くんだけど。みんなね注射打った後に脂肪吸引の術後みたいなことフェイスバンドして圧迫して帰るぐらい腫れる治療なので、腫れが少なくて安価っていうのをいろんな、メーカーさんが作って、今それが結構日本にいっぱい入ってきてるわけです。でうちでもそういう営業がいっぱい来るわけ、いろんなメーカーから、カイベラよりこれは腫れないです、カイベラと同じだけ効きます、なんて言ったってデオキシコール酸がどれだけ入ってるんで効きますよ。検証していいなと思った製剤もあります。でもうちはねその製剤を成分分析出したの、デオキシコール酸なんてほとんど入ってなかったからねマジで。でそのメーカーにこのパーセントって本当に入ってますかっていうのを問い合わせたら開き直られたんですよ、その代理店さんに。うちは製造メーカーじゃなくて代理店なんで輸入代行してるだけなんで、でうちとしてはその製剤がデオキシコール酸こんな入ってないってお伝えしましたよ成分分析の結果。でもまだその代理店さん、その製剤をその成分が入ってるとして日本で輸入代行してらっしゃるので、いやこれは使ってる意味もあるってことですか。あの他社さんではございます。で私はこういうことが美容業界で、美容医療業界であることがやっぱり悔しいと思うんですけど、でもやっぱり、ビジネスっていう観点もあるから、売り上げが良ければいいというふうなことを思ってしまう方々もいっぱいいると思うんですね。でもきっとね今回の件だけじゃないんだと思うんです。いろんなマシーンでもこれは例えばこういう効果が出ます、でもそれって私たちってそのデータをいただいたものを信じるしかない時もありますので、だからこそ私たちはグループの中で信じるを検証するチームはそういう製剤や製品の妥当性とか再現性を定期的にランダムにチェックして、場合によっては外部機関を使ってチェックをして品質を保つっていう努力をしてますし、あるいはそういったうっさんくさいこともしてらっしゃることがあるんだとしたらば、そういうメーカーさんが立ち行かなくなるぐらい我々は成功法でなんていうのかな、圧倒的な市場を開拓していくっていうのが、我々のような大手の強者のやり方かなと思ってるんですよね。正しいいい治療が適正価格でやっていれば当然その治療は満足度も高いでしょうし、そしたら口コミも広がってだんだんマーケットの大半が成功法でやってる治療で占めていくんだと思うので、それを我々としてはもちろん私たちがやってることを 100% 正しいと過信してるわけではないんです。そういったことがなんかこう業界として正しい方向に向くように我々なりにも少しずつなんかお役に立てることがあればなと思ってやっている次第ではありますが、少なくとも嘘はつきません我々はね。
あの入ってないと分かっている成分分析の結果を持ってるのに、あたかも入ってるような広告を売って例えばそれを売るとかは、それはもうコンプライアンス的にできないですよね。これだけ大企業なうちも、あの患者様方もすごく今賢くなってるので、まあ事前にいろいろとこう SNS を使って情報を調べたりとかするので、まあ本当になんかこう変な治療っていうのはないと思います。ただ SNS を主体で調べる患者様が多いので、SNS 戦略が上手なクリニックがなんか実力以上に評価されちゃうみたいなのはあるかもしれないですね、うん、あとはどうかな、なんか症例写真とかでこれ嘘じゃないって思うこととかってないんですか？まあそれはもちろんあるけど、あるんだ。まあそういう意味で言うと治療に限らないよね、うん、例えばね、私が例えばこのカメラに向かって、例えば配布やる前術前こうやって撮るじゃん。で、配布やった術後、ちょっとこうやって撮る。フェイスラインがアフターの方がよく見えるみたいな。だから、例えば配布のビフォーアフター皆さん見るときは、鼻の穴の向きとか見た方がいいですよ。あとはこう美白とかシミ系の治療も、あ、なんか術後すごい白いと思っても、治療してない部位の色を見たりね。例えば首をやってない人だったら首の色味が同じ写真になってるか。首も白かったら絶対照明のせいですからね。とか、あとはあの目に入ってる光を見ると分かります。目をもし目隠しされてない患者様であれば、目に入ってるライティングはビフォーアフターで、術前は例えばこういう照明がちょっと寄って縦のラインが入ってるのに、アフターちょっと横から撮ってるとかだと、まあ光の入り方だけによってほうれい線が浮き出て見えたり消えて見えたりしますからね。だからまあ、外科的な治療と違って美容皮膚科の治療ってニュアンスの変化が多いですよね。肌の質がなんか綺麗になったとか、透明感が出たとか、なんとなく肌がこうリフトアップされてるとかっていうのはこう劇的な変化じゃないからこそ、撮影条件が違うとやっぱり違った変化になっちゃうっていうのはありますかね。まあ、そういうのは確かにうんと思うことあるけど、まあ元々のテーマの導入を見送った治療っていう観点で言うと、まああるよ、あるある、なんかあこれ入れたんだそこでと思うところもある。まあ、どこって言わないけど、すっごい高い金額取ってやってるのに、それ入れてるの医薬品じゃなくて化粧品ですよねとか。それを見分けるにはどうしたらいいんですかね。なんかね、難しいよね。それがだから我々クリニック側じゃないと把握できない情報だもんね。まあ大手に入ってるかとか、一つのクリニックの情報に惑わされないとかですかね。だからいつかね、私はまだまだ本当に若手ですし、業界の中でも本当にもっともっと知識やレベルの高い先生たちもいっぱいいらっしゃるんですね。だから私はまだまだ学ぶ側だけど、まあ、いつか西川先生が入れてないんだからきっと何かあるんだろうなって周りが思うようなスタンスにいつか自分自身がならないといけないんだなというのを、まあ、ここ数年新治療の導入や検討をずっと管理してる側に立って、私がなんで最近学会発表とかすごいしてるかっていうと、発信力をやっぱり高めないとダメかなと思ったからかもしれない、うん、だけどでも私も絶対自分が正しいってわけじゃないと思うので、いつもね、あのいろんな角度から情報を取りますし、一個の情報だけで決めつけはしなくて、まあ、複数の方々に入ってもらって常に検討はしています。あとね、やっぱ再現性がない治療もうちではやっぱり導入できないんだよね。やっぱりこうたくさんの院、たくさんの先生、たくさんの看護師さんがいる環境なので、ある先生だと120点の結果が出るけど、ある先生だと20点しか結果が出ないっていう治療はちょっと入れにくい、うん、だからどの先生でも80点が出せる、この差がばらつきがあまりないタイプの治療をやっぱり私の今の立場だとこう見つけていく必要があるので、むっちゃ効く人もいるけど全然効かない人もいますみたいな治療はちょっと入れにくいかなっていう感じです。では今日は私が新治療のこう検討していく中でですね、導入を見送った治療どんなものがあるかなっていうのをご紹介